うさぎの足、ラビッツフット、うさぎの足、うさぎの足、英語は、お守りの一種。ラビットフット、ラビットフットとも、不思議な力が宿るとされる、うさぎの後ろ足、足先を主体として、留め具を取り付け、携帯所持しやすいように加工したものである。現在では、実際のうさぎの足を用いることは稀で、イミテーション、フェイクファーを用いて、 キーホルダーやストラップの形で売られることが多い。ふわふわした毛の実を丸めて作ったものはチャーム、飾りとして、お守りのラビッツフットとしてではなく、ファッションとして、アクセサリーとして持たれることもある。アメリカやイギリス、メキシコなどで人気が高い。欧州大陸ではあまり知られていない。1940年代から1960年代に、アメリカのヒッチハイカーや、 バイク乗りたちの間で流行した。ウサギは多産で非常に繁殖力が高い動物であり、生命力のシンボルであるとされ、ウサギの足を持つことが多産と繁栄の恵みをもたらすからという由来や、穴ウサギが穴の中に巣を持つことから、ウサギが精霊たち、当時は精霊は地下に住むと信じられていたと交流していた動物であるからという由来から来ているとされる。 イギリスのウェールズでは、現在も赤ん坊の頭をラビッツフットでする習慣が残るという。これについては、イギリスのウサギや潮と呼ばれた王に踏みつけにされた、土地の記憶を忘れるなという意であるとする説と、単にウサギが足の速さで敵から逃げおうせる幸運を授けるのだという説がある。欧州では、中世以降、キリスト教の狂気的な意排除、魔女裁判、 異タン新の嵐の中、キリスト教以前の欧州古来の春の女神と結びつく、ウサギも、その影響を免れなかった、ウサギ、欧米にけるモチーフとしてのウサギ参照。ラビッツフットに関しても、ウサギは、魔女、つまり、キリスト教でない信仰を持つ男女、あるいは土着信仰の神々に属するから、ウサギの足を切り取ったものを持っているのは魔女を借り、殺した証、自らは、 異端教徒でなく、権力とキリスト教に従順である証であるからだいう話が広まっている。ラビッツフットは、欧州大陸では一般的ではなく、中世以降のイギリスとイギリスから移住したピューリタンが作った国アメリカおよびアメリカに隣接する近年のメキシコで著しく広まったもである。そして欧州大陸では本来は、ウサギは春の女神の使者であることを考えると、 その生存の要たる足のみを切り取って持ち歩くというのは土着信仰のトーテミズムによる動物の身体能力を取り込む信仰の結果ではなく逆にそれを信仰することを否定し排除する意図による産物と見る説も一定の説得力を持つ。これと関連してキリスト教的価値観から後付けされたと見られる由来がいくつかある。例えば、 ウサギは地下に穴を掘って暮らしているため、地下の霊と交流しており、そのためにウサギが信仰されて呪物となったというもの。これの発端は魔女狩りをする際に魔女を定義するために用いられた考え方であるため、これを直ちに古代欧州人の自然信仰の考え方だとする立場は、キリスト教的価値観から見た現代的な解釈である可能性がある。 キリストはどんな動物にも擬態しないしどんな動物も使役しない。そこでキリストの神ではない信仰と関わりの深い動物と交流するのは悪魔の証になるとして様々な生物がそのように異界と交流を持つと意味づけられることになり結果として誰かを魔女とする理由となった。空を飛ぶ哺乳類であるコウモリなどもそうであるし人間のように年を取るとヒゲが生えるヤギ。 足が生えたり尻尾が消えたりして、水陸自在に生きる会も同様であり、孔雀などもオスのアノーハウが目のようで不吉であるなどとされた。いずれも、例えばヒゲが成人の証となる、イスラム世界を想起させたり、道教において、月に住むウサギやカエルやスザク、その他ギリシャ神話などで神が化けたりする動物であり、キリスト以外の神々や宗教を思い起こさせる動物である。 魔女裁判の時に作り出した有罪理由を、それが影を潜めた現代になって、そういう信仰がもともとあったのだとしているに過ぎない。そして、穴を掘って暮らすのは小型の穴ギ、ラビットであり、大型で食用に向くのウサギ、部屋は穴の中で生活はしない。ハンティングの対象はノウサギの方である。同様に、ウサギは目を見開いたまま生まれてくるので、 悪魔の力から防御する力があるなどとしていることがある。世界には目と口を開いて威嚇するという魔除け人形などの例がないこともない。例えば日本の寺社の門にある金剛力士像などは目を向いて口を開ける。目を向いて口をきつく引き結んだものとあうんの体をなし、造形がなされている。しかし、うさぎの中で目が開いているのは穴で暮らさないのうさぎの仲間であって、穴うさぎの方は、 目は閉じて生まれてくる。もし、生まれた時に開いているのうさぎ、部屋の目に何らかの力を感じるのであれば、その時の呪物は、ラビットフットではなく、部屋愛でなければ、おかしいであろう。目を見開いたまま生まれてくるのは異端であり、これも、また魔女裁判の時に作り出した、有罪理由を、それが影を潜めた現代になって、そういう信仰がもともとあったのだとしているに過ぎな。 ベイイリノイ州生まれの作家アーネスト・ヘミングウェイは、長年の間にすり減って、毛がなくなった、ラビッツフットをポケットに入れていたと記述している。ダニエル・キースの SF 小説、アルジャーノンに花束をの中で、主人公、チャーリー・ゴードンの持ち物として登場している。ゲーム、レッド・デッド・リデンプションでも登場。1958年のエルビス・プレスリーのシングル、恋の大穴では、ウサギの足を、 お守りとして手首に巻くというフレーズが登場する。米映画では犯罪組織による生物兵器のコードネームとして扱われている。その他アメリカでは映画やドラマに相手被白人のヒキリスト教者の持ち物として登場させ白人が拾ったり盗んだりして手にして一気に月が回ってくる幸運グッズとして登場することがある。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。